こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、はい、夏の帯締めと帯揚げのご紹介をさせていただきます。もうこれが最後になります。もう商品がないという状態になっておりますので、はい、最後の夏の帯締めと帯揚げになります。はい、今日ご紹介する帯締めと帯揚げはこの QR コードから価格などをご確認いただいてご注文いただけます。はい、それではスタートいたしましょう。今日はですね、最初に一重夏の帯締めと帯揚げをご紹介させていただきます。そして次にフォーマルな帯締めと帯揚げをご紹介させていただきます。フォーマルです。色無地や付け下げや訪問着に使っていただけるものになります。それでは夏と一重に使っていただく帯締めと帯揚げを参りましょう。はい、まず帯締めですね。帯締めはこの前の動画でご紹介しましたように、7月になりますと少し強い色というのが必要になってくるんですね。今までは優しい色が綺麗でした。6月になったらはっきりした色が必要になりました。7月になると強い色ですね、強い色を持ってくることで暑さに対抗する、素敵に見せるということができるようになります。それのおすすめとしてこれですね。これはなかなかない本当におしゃれな色だと思います。これは平田紐で手組みになります。はい、でこれに合わせる帯揚げも後でご紹介させていただきますね。それから次にこれは青い帯締めですね。これは手組みではありません。でも色が素敵ですね。はい、こちらは黒になります。黒白です。黒白でキリッと見せたいという方におすすめの帯締めになります。キリッとした色ですね。本当に一重夏の色ってなかなかないのですけれども、これはからし色ですね。からし色でもあんまり暗くないからし色なので主張できる色合いだと思います。素敵さが出ますね。はい、それから黄緑です。黄緑、これは綺麗な黄緑ですね。綺麗な黄緑で、これはフォーマルや色無地にも使っていただけますよ。はい、こんな色合いです。そして最後ですね。最後は手組みの真っ赤です。真っ赤というのはなかなか作られていませんけれども、赤が必要な方、そういう個性の方がいらっしゃいますので、この赤い帯締め、これは手組みなのかな、はい、これはお役に立つのではないかと思います。レース調ですけれども弱くはありません。しっかりと組まれていますので丈夫でお役に立つと思います。さて、ではこれらの帯締めに合う帯揚げをご紹介していきましょう。まずこの赤ですけれども、赤い帯揚げというわけにはいかないので、この茶色ですね。この茶色の帯揚げ、これ一重夏です。はい、こんな風になっています。透け感もありますね。この帯揚げにこの赤はいかがでしょうか。それからこの赤茶ですね。この赤茶は本当に素敵だと思います。この赤茶にこの茶色ですね。はい、この2本に合う茶色の帯揚げでした。次はこの黒い帯締めですね。一重夏用の帯締めです。それにはこの帯揚げですね、グレーです。グレーで波の柄ですが、しっかりとこのグレーの色が入っているので使える、役に立つ帯揚げだと思います。はい、それから次は青い帯締めですね。青い帯締めにはやはり青がいいと思います。青い帯揚げですね。青い帯揚げとこの帯締めを使われたら、キリッとした色合いがこの暑い中にも爽やかに見えますよね。はい、それからですね、それからこの黄緑もいい色ですよね。黄緑にはこんな綺麗な黄緑があります。
これはフォーマルにも使っていただけますね。しっかりと色が入っているので嬉しいです。色がしっかり入るということが必要だと何回も申し上げてますね。はい、色が役に立つ、そんな帯締めと帯揚げです。そして次はですね、このからし色、このからし色ですね、これに使える帯揚げというのは、こんな帯揚げはいかがでしょうか。これはですね、半分、こちらがからし色になっています。それにこの帯締めをいたしますと、はい、素敵ですね。はい、この黄緑にですね、さっき黄緑の帯揚げご紹介しましたが、こんな薄くて綺麗な帯揚げもございますので、こんなものでもいいですよね。この色も貴重だと思います。こんな風にして使っていただけるとよろしいと思います。これらに関してはこの QR コードからご覧になってお申し込みください。さて次はフォーマルな帯締めと帯揚げのご紹介です。はい、それではフォーマルの帯締めと帯揚げのご紹介をいたします。色別にご紹介させていただきますね。今は夏ですのでフォーマルの時期ではありませんけれども、夏休みですとか夏の時間を有効活用してフォーマルの帯締めと帯揚げを見直してみませんか。いつも急にお支度をするので、なかなかいい帯締めと帯揚げがないのにそのままにしているというような方もたくさんいらっしゃると思います。そんな皆様にお役に立てば嬉しいです。帯締めと帯揚げを変えるだけで随分雰囲気が変わるんですね。そんなお役に立つようにと思っています。まず最初に黄色、イエローと緑系からご紹介させていただきます。はい、黄色はですね、とてもいい色があるんですね。フォーマルなので金が入っていますが、これです。これとても素敵ですよね。この黄色といっても、これはあんまりこうおとなしいイエロー系ですね。で、金が入っています。はい、優しく使える。そして訪問着ではなくて色無地などにも出番が多そうな帯締めになります。そして次は本当の黄色ですね。黄色に金が入っています。これ使えますよね。これ冬や春には大活躍ではないかと思います。後ろの黄色の帯揚げが気になりますね。後でご紹介させていただきますよ。それからこちらも金が入っているんですけれども、これご覧ください。オレンジ、かわいいですね。はい、この帯締め、これ色虫にとても役に立ちますよね。まずこの3点からご紹介させていただきます。はい、どれも手組みなので品質がとても良いですね。まずこちらはこの薄い黄緑系に金が入ったもの、これに合わせる帯揚げは後ろにずらーっとあるのでどれも合うと思うんですね。ですがこんな綺麗な黄緑と組ませるとか、それからこんな綺麗な黄色と一緒に使うとか、これ綺麗ですよね。とても綺麗ですね。それから日本の色として作られているこの帯揚げですね、これもいい色です。これと一緒に使うとかっていう使い方があると思います。はい、どれも使える色合いだと思います。薄い黄緑の金が入った帯締め、フォーマルですね。そして次に、はい、もっとイエローのこの帯締め、金が入っています。これはもうこの2つの帯揚げに合いますね。とてもいい色ですよね。これでお着物がとてもこうなんか素敵におしゃれに変わりそうですね。そしてこちらの黄色もとってもいい色です。私は春や冬に黄色をとてもたくさん使っています。はい、春や冬の動画をご覧くださいね。出番がとても多いですよ。それからこの色と組ませてもいいなと思います。これも素敵ですよね。ということでこの黄色、手組みの帯締めおすすめです。はい、それからこれはですね、ピンクの個性の方にとてもいいなと思うんですが、は
はい、オレンジが入っていますね。これを使うと全体の姿が華やかで可愛くなりますね。こんな時はやっぱり明るい綺麗な色が合うので、この黄緑と組ます、黄緑じゃない方がいいですね。これはやっぱりこれですね。この黄色、この黄色に赤が入っている、これと一緒に使っていただくといいですし、それから黄色の帯揚げと一緒に使ってもいいと思います。姿が明るくなります。それからですね、次に黄緑でとても素敵なものが3本ございます。一つはこれです。からくみですね。手組みのからくみ、黄緑で可愛い色合いですね。それから全部手組みです。ですから品質がとてもいいですね。これは金がしっかり入っていますので、フォーマルなお着物にはもう欠かせないような帯締めになります。ゴールドと黄緑です。はい、そして私が一番使っているのが実はこれなんですね。これはとてもとても私はこのこれと同じ帯締めで、もう少し黄緑の緑が濃いんですけれども、同じものは作られないですね。手組みなので、でもこれとほとんど同じものを万能の帯締めとして使っています。グレーにも茶グレーにも、それからいろんな色が入ったものにも、どの訪問着にも合うような帯締めです。これおすすめです。はい、そしてこれらに合う帯揚げなんですけれども、この黄緑、この黄緑、そしてこの黄緑ですね。この黄緑は少し明るいですね。この明るい黄緑にこの明るい黄緑の帯締めは合うと思います。綺麗な着姿になりますね。はい、それから他の2つですね。これに関してはこちらの帯揚げも合いますし、こちらの帯揚げも合いますね。はい、そして私が使っているこの帯揚げに、帯締めに関しては、やはりこの辺が、これかこれかこれが合うと思います。ということで黄緑の帯締めでした。はい、それでは次の色は茶色です。茶色の帯締めと帯揚げをご紹介させていただきます。フォーマルです。フォーマルの茶色の帯締めは2種類、からくみの色で、この2色ですね。はい、とてもいい色だと思います。この色しっかりキリッとしますし、それからこの明るい茶色もいい色ですよね。明るさが出てかつキリッとしますね。はい、この帯締めに合う色合いとして、私はこの帯揚げがとても役に立つなと思うんですね。この帯揚げとてもいい色じゃありませんか。これはそうですね、コモンからつむ、コモンから色無地、そして訪問着まで使える品質ですね。これと合わせて使っていただけるととてもよく合うと思います。明るく華やかになる色合いですね。このようになります。はい、それからですね、こちらの帯締めに関しては、この2色が合うと思うんですね。今の帯揚げの色違いで、なんかモダンな色合いのこの茶色ですね。それからこちらはもう金も入ってとても安心できる色合いと品質ですね。安心できる色合いと品質。はい、これで訪問着の着姿がしっかりとまとまる、決着がつくというような帯締めと帯揚げでした。はい、次の色は藤色です。藤色は優しくて女らしくていい色ですよね。着姿をぐっと女らしくしてくれますよね。そんな色の帯締めが2本あります。こちらはしっかりと藤色が入っているので色がいいですね。着姿がもう本当に綺麗な藤色になりますね。はい、そしてこちらは私これ持ってるんですけども、これもこうシャープなかっこいい藤色でいろんなものに合いますよね。はい、この2本に合う帯揚げを3種類ご用意しました。この色おしゃれじゃありませんか。これモダンですよね。これコモンから訪問着まで
合わせていただくことができます。これでもいいですし、これでもいいですね。はい。ということで、この色、ちょっと色が違うんですよね。この色ですとこれかこれですし、この色ですとこれも素敵ですね。これもいい、これもいい、これもいいと思うんですね。うん、このはい。ですからこの3色の中でお好きなものを選ばれたらいいと思います。これもなかなかいい色だと思いませんか？これも色がとてもいいなと思います。色はとても重要ですよ。その色をお使いになることで着姿がとても変わります。これはさっきの方がいいですね。これはこちらでもいいですね。はい、今ですからこれだけフォーマルなお品が揃っております。本当の実際の秋になりますと商品がなかなか入手が難しくなりますので、今のうちにフォーマルな合わせの帯締めと帯揚げの見直しをなさってくださいませ。はい、ご購入、これショッピングになっていますので、ご購入はこの QR コードから価格などをしっかりご確認いただいてご注文ください。同じものがございませんので、手組みは大量生産しておりませんので、早めにご注文なさってください。それから帯揚げはないのですけれども、帯締めだけこの 紺色、それからとてもおしゃれな薄いグレー、この2色がございます。この薄いグレーもかっこいいですよね。存在感があるので、はい、濃い色のお着物などには合うと思います。それから紺の色というのがなかなか作られていないので、この紺はお好きな方はよろしいと思います。どの帯締めの色が合うかわからないという方がいらっしゃいましたら、帯締め帯揚げ選びサービスというのもやらせていただいておりますので、それも QR コードからご覧になってお申し込みください。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。